ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターのミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は若いクリスチャン、そしてクリスチャンになって間もない人々にご紹介したエピソードです。クリスチャンになったら苦しみも悲しみも困難もなくなると思って信仰を持った方はいらっしゃるでしょうか。人がこの世で生きる限りこれらのものがなくなることはありません。聖書で神様が私たちに教えてくださっているのは、共にいて乗り越える力を与え時に奇跡を起こしてくださるということです。そしてもう一つ大事なことは、あえて試練を通させクリスチャンとして成長させるという目的があるということです。今回は試練を通して神様を信頼する者へと変えられた50代女性 M さんのエピソードをご紹介します。それではお聞きください。私は20代前半、土の中にしっかりと根を張ったクリスチャンになりたいと思っていました。根がない草木は風が吹くと簡単に倒れてしまう。土の中でしっかりと根を張るとたとえ強風が来たとしても倒れない。また私は火で精錬された土の器のようになりたいと思っていました。土の器はもろく簡単に壊れてしまいます。しかし一度自分という器が壊され粉々に砕かれ、再びしっかり土を練られ形作られ、火で焼かれ精錬された器は丈夫です。主に仕える器になるものはこの工程を通らなければならないと教えられ、その工程を通りたいと思いました。しかし試練は喜ばしいものでは決してありません。どん底はとても辛く苦しいものです。底の底、そして底だと思ったらまだ底があった。もうこれ以上の底はないと思っていたらまだ底があり、気がつけば光が見えない暗闇の中にいる。苦しすぎて早く天国に行きたいなぁと思う日々。私は20代の後半から30代前半にかけてこのような時期を通りました。自分のやりたいことができず、これが本当にやりたいことなのかと葛藤しながら、毎日やらなければならない仕事、訓練だと受け止めてもつらい、いつまで続くのかわからない、四方八方塞がり、がんじがらめ。でも今ここにいる必要も理解できる。周りの人たちが結婚し出産し人生がどんどん展開していくのを見ながら、自分の状況は八方塞がりで、時はどんどん流れるのにその場で足踏みをしているような状況。神様に献身した者、愛する者をあえて厳しい試練を通らされると聞いていたので、神様からの試練だと受け止めていました。しかし私が思っていた以上にしんどいものでした。聖書の言葉ヘブル人への手紙12章6節に、主は愛する者を訓練しとあります。苦しい状況の時、神様に向き合う時、そこに意味を見出そうとしました。私はその苦しい数年間、最も神様との時間を過ごしました。たくさん聖書を読みました。たくさん信仰書も読みました。たくさん祈り、心の声を知ってもらいました。試練の中で6年ほどが経ったある日、とどめの試練が来ました。歩き出そうとしていた道が閉ざされたのです。私は座れる力もなく床に倒れました。精神的に辛く、体に力が入りません。
心が押しつぶされそうでした。しかしその時、その心に御言葉が浮かんできました。どんな時にも主を信頼せよ。すべてのことを感謝せよ。私はあえて声を出し宣言し続けました。神様、あなたは全知全能、生ける誠の神、王の王、主の主、天地万物を作られた方。私はあなたを信頼します。私はあなたのものです。あなたは私を愛してくださっています。今のこの状況も感謝します。私の一生はあなたのものです。救われていることを感謝します。私はあなたを信頼します。床に倒れたまま、何度も何度も繰り返し言い続けました。1時間半くらいが経過したとき、神様から突然、バン!合格!と大きくて真っ赤な太鼓判を押され、終わった!と試練の最終段階が終了したことが分かりました。一瞬で心が明るく開けた感じでした。その直後から状況がどんどん変わり、奇跡のような出来事が次から次へと起こりました。道が開け、あの八方塞がりの閉塞感の日々が嘘のように変化していきました。その後、あるクリスチャンとの不思議な出会いが与えられ、結婚に導かれました。結婚して数年後に起こったことです。主人が急に体調を壊し、九死に一生の病気にかかりました。肺塞栓です。子供たちがまだ幼い頃です。私は呼吸困難な主人を車で病院に運びました。そしてすぐに緊急手術が行われました。その時私は不思議なくらい全く動揺せず、平安で落ち着いていられました。次の日もいつも通り仕事に行きました。職場の同僚はいつもと変わらない私の様子に驚いていました。その時、私は変なのかなと思いましたが、それは私にあの試練を通して訓練され、神様を信頼するがゆえの超楽天的思考が与えられていたからでした。その時私は、たとえ主人が天国へ行っても神様を信頼します。幼い子供たちもあなたのものですから、必ず養ってくださると信頼します、と祈っていました。主人の手術は成功し、今も元気に過ごしています。イエス・キリストの十字架と葬りと復活により、魂が救われている。たとえ死んだとしても天国へ行ける。それだけで喜べるクリスチャンでありたい。振り返るとき、苦しいからこそ神様に近づけたあの時間は、今の私にとって宝のように感じる貴重な時間です。いかがだったでしょうか。神様から与えられた試練は、人の心に神様への信頼の根を張り、強い風が吹いても動じないでいられるものへと成長させてくれるものなのです。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人の上に、イエス・キリストの平安がありますように。